お久しぶり。4E4に新しい拡張がリリースされたからやっていくよ。今回はどんな拡張だったのかな。中国をテーマにした拡張だけど、その他にもゲームの基本要素が大幅に追加されたよ。ほうほう、例えば一気に解説するには多すぎるから、プレイを通して少しずつ見ていこう。今回プレイしていくのは中国国民と、今回の拡張の大目玉だね。我が国を指導するのは蒋介石。防衛戦争時の安定度への補正効果を持っているね。安定度、今回新たに追加された要素だね。安定度は、軍需向上と軍工の生産力と政治力の上昇率に補正をもたらすよ。その隣のマッチョマークは何？これは戦争支持率だね。戦争支持率による補正が何も書かれてないね。今、我が国は戦争状態にないからだね。戦争状態に突入すると、このように効果が表示されるよ。自国の公衆内での陸軍の戦闘補正と、モビライゼーション、これまた新しい要素だね。コンバージョンからは、徴兵法を変えても、一気に徴兵可能人数が増えないよ。モビライゼーションは、この徴兵可能マンパワーの上昇率の補正のことだね。従来の国民団結度は、この安定度と戦争支持率に置き換えられることとなったよ。なんかものすごく複雑になった気がするね。とはいえ、基本的な流れは変わらないから、安心してね。さあ、プレイに戻ろうか。時は1936年。我が国は25年前、新帝国を打倒し、中国国民による共和国を樹立したばかりだね。しかし、国内には軍閥が乱立し、さらに、東の日程の帝国主義の脅威にさらされているよ。大日本帝国万歳。それ今回はダメなやつ。早速来たる戦争に備えて、軍拡をしたいところだけど、我が国の軍隊はボロボロだよ。師団攻撃力と防御力、共に半分って、やばくない？しかもこの国、バカでかい領土の割に、軍需工場10個しかないし、大すらないじゃないですか。やだ。このままでは、日程の大波に飲まれることは必至だね。全土に軍需工場を敷き詰めて、できるだけ早く、軍備を整えられるようにしておこう。なんとしてでも、我が国民の地を、かの帝国主義者から守らなくては。ねえねえ。でも気がついたら、東出幕府が復活してるよ。なんだこれは、たまげたな。軍部の拡張方針に嫌気がさした日本国民が、革命でも起こしたのかな。ひとまず、東からの脅威は去ったと判断して、我が国は、軍閥打倒に力を入れることにするよ。なんか画面下の、司令官の表示が少し変わった。そうそう。司令官たちを、一人の元帥のもとにまとめて、一つの大きな戦線を作れるようになったよ。この要素で、前線の細かな指定が、より重要になっただけじゃなく、各ユニットは、司令官と元帥の両方の効果を得るから、今までみたいに元帥貼り付けて平押しでは、AI 相手でも難しくなったよ。4E4の、戦争ゲームとしての特徴が、より深くなった感じだね。その他にも、コマンドパワーなるものが追加されて、司令官のスキルツリーを拡張したり、師団に突撃命令を出せるようになったりもしたよ。このツリーすごく大きいし、かっこいいと思うの。このツリーの詳細眺めてるだけで、半日過ごせそう。一日ではないんだ。ツリーといえば、中国のナショナルフォーカスのツリーも新しくなったよ。早速、軍閥たちに、最後通帳を突きつけてあげよう。何人降伏してくれるかな？三人が服従を受け入れ、二人がそれを拒否したね。北西の新疆と、南東の昆生が拒否した、二軍閥だね。最後通帳を拒否した国の運命は一つだね。宣戦布告。いくら戦闘式要素が複雑化したとはいえ、さすがに新疆相手では、見どころはないね。お口の奥地まで一気に押し上げて、降伏させたよ。和平交渉は、当然完全併合。慈悲はない。大中華帝国の礎となれ。これ中華民国プレイ。や山を置いて、後世にも宣戦布告。こっちは新疆とは違って、かなり陸軍がいるね。戦線の指揮を二分割して、東西から、サンドイッチにして進軍するよ。我が軍は数では圧勝してるけど、ところどころで負けが目立つね。うちは陸軍があれだからね。陸軍経験値も溜まってきたし、ここらで陸軍改革を進めていくよ。またまた見慣れないインターフェースだね。この研究の横に追加された、新しいタブはディシジョンだよ。基本的に政治力を消費して、国に様々な効果をもたらすよ。パッと見だけでも、すごい数のディシジョンがあるね。この新システムは、ゲームに大幅なバラエティをもたらしただけじゃなくて、ゲーム終盤に、いつも使い道がなくて溜まってた政治力君に、大きな役割をもたらした。個人的には、今回の変更で一番好きな要素だよ。好きあれば自分語り、そうこうしているうちに後世が降伏。海南島に、外来政権を樹立させてあげて、残りは美味しくいただいたよ。中華民国で、後世と雲南を外来化して、外交併合するって実績があったからこうしたんだけど、どういうわけだか。この実績の解除はできなかったよ。
ディシジョンを使って併合してしまったのがいけなかったのかな。軍閥の併合もできるなんて、ディシジョンさん素敵。トキを同じくして、我が国は5個目の研究機関を手に入れたよ。研究機関が2つから始まったこの国も立派になったもんだな。ん、ここに書いてあるインフレって何？それは、我が国の補正の一つだね。インフレが高くなってくと、それだけ日用品の工場消費量が上がって、軍需工場の生産力が下がっていくよ。インフレ率の上下は、実質 NF を通してのみ変更できるよ。よく考えずに、全部ツリー開けてったら、最終的にインフレ率上がりすぎて、経済崩壊に陥るから注意しよう。テストプレイでこれやらかしたのが内緒。ところで、ヨーロッパでは、1940年2月、フランスが拡大するドイツに対して降伏を宣言したよ。もはや見慣れた光景。一方、冬戦争でフィンランドを完全併合したソ連は、その拡大欲をあらわにし、40年9月、ハンガリーに対して宣戦を布告。ハンガリーの同盟国ドイツは、これに介入。ここに、枢軸と共産陣営の戦争の火蓋が切って落とされたよ。ヨーロッパは賑やかだな。でも、遠い東の私たちには関係ないお話でしょ。ところがどっこい。我々もこの好機を逃すわけにはいかないよ。好機、そう。ソ連は我が国の正当な領土であるモンゴルを不当に独立国と認め、反傀儡政権を打ち立てているよ。なんと、このような暴挙を許しちゃいけないね。万が一を考えて、日本勢力との国境に要塞を築いた後、モンゴルの人々を共産主義の圧政から解放すべく、我が国は共産陣営に対して宣戦を布告したよ。お、でも、いくらソ連がヨーロッパでの戦争で忙しいとはいえ、よく、人が畑から取れる国、と揶揄されるほどのマンパワーを持った化け物相手に大丈夫。それなら大丈夫。マンパワーだけなら、我が国もソ連に引けを取らない化け物だから、200師団ほど展開しても、このマンパワープールとは、たまげたな。ソ連が東西攻撃を受けたと見た途端、ハンガリーが大ハンガリーを宣言し、日本が枢軸陣営入りしたよ。予府の利とは、まさにこのことである。本当だね。他国の戦争を利用しようなんて許せないね。いくら大国ソ連とはいえ、独位日中の東西攻撃に耐えられるはずもなく、42年3月にはモスクワが陥落、同年5月にはソ連が降伏し、共産陣営が全面降伏を求めてきたよ。素晴らしい。共産主義の脅威はこの世界から排除されたね。この戦争の結果、ユーラシア大陸は新たな秩序のもとに生まれ変わったよ。あれ？これ状況悪化してない。我が国の戦争目的は、あくまでモンゴルの回収と共産主義の排除だったので、ロシアとアフガニスタンはこの後無事解放してあげて、どちらも親中な政権が樹立されたよ。ちょっと見づらいけど、オーランド諸島にも親中のフィンランドを解放してあげたよ。そしてアメリカが、今さらファシスト打倒を掲げて連合入りしたけど、ここまで超え太った枢軸陣営相手では苦戦しているようだね。連合は、フランスに上陸作戦を仕掛けては追い出されてを繰り返しているよ。満州の回収がまだだけど、日本は枢軸入りしちゃったし、もうこの辺で終わりでいいんじゃない？弱気になるにはまだ早いよ。43年11月、我が国は火力優勢ドクトリンの研究を完了。これにより、軍出の基礎を整え終わったよ。さらに、かつて欧州列強と結んだ不平等条約の無効化を認めさせ、地方軍閥の吸収を敢行し、一つの中国を宣言。そして、チベットを平和に併合しつつ、国内の軍需工場の建設を促進し、内政軍事ともに安定化を見せた我が国は、欧州列強にも引けを取らない、アジアの一大国に返り咲いたよ。空軍の軍需品まで生産する余裕が出てきたなんて、この8年で中国は大きく成長したね。満を持して、我が国は日本に対して超広告化を要求する最後通帳を突きつけたよ。ええ、さすがに無理があると思うんですけど、日本は、我々の寛大なる招待を拒否。当たり前だよな。満州民族の解放、そして日々強大化する日程の帝国主義政策に終止符を打つべく、1945年1月、我が国は枢軸陣営に対して堂々たる宣戦を布告したよ。広大な北部国境はすべて枢軸国に接してるけど、大丈夫なのかな？それにはちゃんと考えがあるよ。ほうほう、ロシアとアフガニスタンをあえて戦争に呼ばないことで、満州方面以外の戦線を2カ所に限定しているよ。なるほど。それにそこは山岳や森林地帯だから、国境防衛には有利に働くね。枢軸との海戦の直後、パールハーバー陥落の知らせが入ったよ。海潮の滑り出しと言えるでしょう。連合がへたれている間、我が軍は前進を続け、半年後には満州西半分を解放、多数の敵軍を包囲殲滅しながら前線し、7月末には、満州国が降伏を宣言したよ。あれ？
なんかとんでもないものの研究始めてない？抑止力としての秘密兵器だから。大丈夫だって安心しろよ。戦線が満州東部に入ったあたりから、敵軍の抵抗が強くなってきたね。それでも、46年11月には沿岸部に到達。敵軍の分断に成功したよ。統制を失った敵軍を包囲殲滅しつつ、朝鮮半島北部の解放に移った我が軍の堂々たる進撃を受け、日本政府が大陸からの撤退と台湾の返還で和平条約締結の交渉をしてきたよ。これでうちの目標も達成されるし、受け入れていいんじゃないかな。平和が一番。ここまで来て食い下がれとでも？当然拒否。枢軸陣営全体を降伏に追い詰めるまで続けるよ。で、朝鮮半島から枢軸軍を追い出していた頃、大阪で世界最初の核兵器の実戦投与が行われたよ。抑止力って言ってたじゃないですか。やだ。いや、これ本当にうちじゃないんだよね。多分アメリカ。さすがメリケン。我々は九州への海上上陸を計画していたけれど、相変わらず日本海軍は強大で制海権の確保ができなかったため、海戦前から着々と生産していた戦闘機を一気に展開し、日本本土の制空権を確保。47年6月30日空挺部隊による九州北部への上陸に成功。同日立て続けに広島にも上陸し、西日本の占領を推し進めていた頃、8月4日東京に2発目の核兵器が投下。これまたうちではないんだけど、これにより日本の戦線意欲は大幅に低下。翌8月5日、日本政府は我が国に対して全面降伏を宣言したよ。おそらくアメリカの手により2度の核兵器投下とは、なんとも皮肉だな。日本を降伏させた我々は、拡大する国粋派の脅威を取り除くべく、北伐を開始。悪質なインフラによる戦線の膠着を見かねてか、ドイツがアフガニスタン政府に介入し、内戦が勃発。これにより、中央アジアに、新たな戦線ができることとなったよ。しかし、ドイツの対応は、一足遅かったと言えるね。日本戦線から帰還した部隊を西部戦線に当て、多数の敵軍の包囲殲滅に成功したよ。圧倒的じゃないか我が軍は、シベリア方面でも前線を続け、敵軍をシベリアのど真ん中に孤立させてやったよ。やだ、すごい寒そう。その後も、我々が快進撃を続けている間、1950年6月、連合がついに、イタリアへの上陸作戦に成功。同年8月には、ノルマンディ上陸作戦に成功しているよ。いつの間にか、フランスが共産主義国になってるし、51年4月、ようやくイタリアが降伏。続いて同月末、枢軸の親玉とも言えるドイツが降伏を宣言したよ。モンゴル帝国の再来かな。5月には、枢軸陣営最後の砦となった、バルカン半島への猛攻を開始。この戦争画面から、敵主要国だけを見れるようになったの。便利だね。どの国を降伏させれば戦争を終わらせられるか、一目でわかるから最高。そしてついに、1951年5月29日、枢軸陣営が全面降伏を宣言。カブール条約にて、世界は新たな秩序のもとに生まれ変わったよ。チャイナ君でかすぎ。我々は征服者ではないよ。割譲させた領土は可能な限り、親中政権の樹立をもって解放してあげたよ。でも、なんかヨーロッパに中国領が見えるんですけど、スウェーデンやポーランドは、連合どもが無理やり民主主義を押し付けたことで、無事に解放してあげることができなかったよ。日本全土も中国領みたいだけど、日本はどこに行ったの？ロシア北西部にある、なんとも言えない色の国がそれだね。え、これ？うん、それ、たまげたな。そんなところで、今回のプレイはここまでだよ。ご覧の通り、日本を大陸から追い出して降伏させてやったけど、アウェイク&アングリーの実績は解除されなかったよ。スチームのグローバル実績を見ても、まだ 0% だし、フォーラムにも解除できない報告がいくつもあったから、バグかもしれないね。中華民国関連の実績は解除できないバグがある可能性があるから、挑戦したいって方は、もう少し待ってみた方がいいかもしれないね。それでは、また機会があったらお会いしましょう。さよなら、さよなら。